私は2年間引きこもりだったけど、プロレスラーになりたくて。これは女子プロレスラー岩谷真由の半生の物語。おー、女子でもプロレスラーになれんの？引きこもりの妄想少女がプロレスラーを夢見て、たった6000円を握りしめ家出をした。あなたたちがスターダム1期生。そして夢のプロレスラーになったはずが。岩谷は見てないっす。何日？はぁ、あ、練習嫌いのポンコツレスラーに。それでも仲間がいたから諦めなかった。なのにみんな家出をした。家出していいんだよ。君は家出レスラーだろ。私の居場所はずっとここ。昔龍華さんに言われたんだ。プロレスは一人じゃできないって。タッグパートナーや仲間も大事なんだけど、一番大事なのは戦う相手。いつも手を抜かず真剣に戦ってくれたよね。勝者、家出レスラー岩谷真由。